眠れないあなたのための安眠トーク、今回も安眠研究家の、堀田先生をお招きして皆様を心地よい眠りの世界へ誘いたいと思います。堀田先生、今日もよろしくお願いします。ああ、よろしくお願いいたします。いやーね、ありえない話ってね、あるんですよね。いやね、私ね、先日ね、まあこれありえないなーっていう話が、ね、一個あるんですけど、はい、実はね、はい、富士山、はい、富士山にまつわる話って結構あるでしょう、うん、不思議な話、うん、あそこは、うん、青木ヶ原の樹海っていうのもあり、うん、あるんです。で、青木ヶ原の樹海ってのは自身の名所って言ってね、うん、有名なんですけど、うん、富士山ってね、私、ちっちゃい時からよく行く機会があったんですよ。うん、別荘地があってね、うん。で、山崎さんも一緒に行ったことも何回かあるじゃないですか。うん、はい。で、あそこを行くとね、必ず、河口湖からタクシーに乗るんですけど、うん、運転手が時々ね、うん、不思議な話をしてくれたりとか、うん、することがあるんですよ。うん、まあ、ちょっとその話はね、今日はね、ちょっと置いといたとしてもね、うん、実はね、この間ね、これ10年ぐらい前の話かな、ちょっと富士山までちょっとドライブ行こうなんて言って、うん、で、ドライブ行ったことがあるんですよ。ほ、うん、いでね、ドライブ行ってね、御殿場インター降りて、うん、富士山の方向をずっとまっすぐ行く道があるんです、うんうんうん。もうひたすらずっと富士山に向かって行くんですよ。うん、で、そうするとね、自衛隊の、なんていうか、演習場あるんですよね、富士山のふもとにね、はい。で、その横にちょっと入り口があって、うん、で、そこの入り口で普段門がね、閉じてるんですけど、うん、なんか、その日は空いてて、うん、このままちょっとまっすぐ行ってみようかなとかって言って、ほ、うん、いでね、まっすぐ行ったらね、うん、もうずーっと長いこと道が続くんですよ。で、だんだんこれ坂道になっていって、その坂道もずーっと続くんですって、うん、くねくね、くねくねとしたね。もう日光行くと七曲り坂でしたっけ、なんかありましたよね。いろは坂。いろは坂だ。そうそうそう。いろは坂どころじゃないですよ。すごいもう、アルファベット坂ぐらいのね、数の、うん、坂道をずーっとひたすら行ったら、これ、結構な高さまで来てるぞ、これっていう。もう雲の上なんですよ。車も。ほいで、到着した駐車場、着いてびっくり。もう、頂上がすぐそこなんです。もう、そっから、ダッシュで、15秒で頂上着くぐらいのところまで来たんですよ。僕も初めて知ったの。車で頂上来れちゃったっていう。5合目までしか普通行けないですよ、ね。いや、そうでしょ。で、僕らもそう思ってたんですよ。そう。車で行けちゃったんですよ、頂上まで。うっかり。この話していいのかな？昔の話ですもんね。いいんじゃないですかね。その、普段は、そうなんです。閉まってるゲートが開いてて、そこ行ったら、はい、頂上の近くまで車で行けちゃった。行けちゃったの。すごいな。この話、うん、結構みんなにしてるんですよ。そしたら行ってみようっつって、はい、行ってみようって言って、何回かチャレンジしてるんですけど、はい、そのゲートが閉まってるから行けないんですよ。そうなんだ。そう。一回だけなんですよ、僕そこ行ったの。すごい。そう。誰もいなかったですよ、その駐車場。ちょっと砂利の道のね、車が止めるところがあって、ほいで、うわ、すげえ、これ、雲の上だと、だから上から雲見下ろしてるんですけど ね、当然ですよね、それ富士山ですから、うんうん、多分冬間は普通の車で行けないですけれども、うんうんうん、もう普通の、乗用車、セダンで行ってますよ、そこまで。それすごいな。うん。それをやった一般人あんまりいないじゃないですか。知らないんじゃないですか。そうですね、知らないし、そんな、富士山の頂上まで車で行きましたっていう話聞いたことないですよね。でも確かに、いろんな物資とか運ぶのに毎回ヘリ飛ばすわけじゃないし、あ、そうです、まあ、人が運ぶ山小屋って多いですけど、でも富士山ぐらいの大きさになると、規模になると、はい、確かに車で行った方が絶対ね、いいはずでしょ？ですね。そう。しかも5合目まで行けるんだしね。車でね。で、車で行けますなんて言ったら今度渋滞になるでしょ、あれ。確かに。富士山でとあろうものが。確かに。ね。だから多分隠してるんですよ。なるほどね。絶対。じゃあ登山道から見えないですかね。その車の道に知ってる。ねえ、どうなって、あれ、この話聞いてる人で知ってる方いたらね、教えてほしいです。うん、僕もだからもう一回、あれ、夢だったのかどうかもわかんないぐらい。なるほどね。いやーもうほんともう一回行こうと思ってもできないことですから。うん。うん、なんつったってそこの演習場の隣のその道入れないですからね。試すにも試せないし、内緒にしてるんじゃないですか。
びっくりした。ね。もうすぐそこですよ、頂上。本当に。もう。そうなんだ。うん、ダッシュで頂上まで行ける。しか、革靴で。富士山革靴で頂上まで行けちゃいます、あれだったら。うん。持ってますね。持てますよ。ね、うん、みんなだって、登山靴履いて。そうでしょう。日課ポッカーですもんね。日課ポッカー、うん、で、なんか変なニットの帽子かぶって。そう。冬だったらね。そうそうそう。それを涼しい顔で。そうそうそう。普通の。アルファロメオで行きましょう。アルファロメオの普通のセダンの156っていう普通のセダンタイプで。はい。うん。よく覚えてます。普通に、はい、行きましたもん。そうなんだ。そうそうそう。すごいですね。もう20年ぐらい前ですかね、あれね。ですね。うん。うん、へぇ、面白くてね、それね。未だに思い出すんですけど、うん、誰も知らないんですよね、その話ね。不思議なことあるなぁと思って。都市伝説ですね。いや、もはやそうでしょ、あれ。都市伝説でしょ。そうです、ね。それ。うん。なんか、いいですね。都市伝説の話できるようになってきた。できる。なんか、憧れだとか言ってましたよね。私、憧れてるんですよ。うん、そう。都市伝説っていうかね、あのね、じゃあ富士山のその樹海の話ちょっとね、はい、タクシーの運転手さんの話も結構いろいろ興味深い話があって、あのタクシーの運転手さんたちってね、うん、もう富士の樹海、あんなね、山の中で、うん、あの夜中、たくさん人を降ろしてるんですって。へぇ。うん。そう。夜行くんです。うん。でもやっぱ頼まれたからそこまで乗っけていかないわけにいかないからって言って、行くんだけど、もう運転手さんも分かってるんですよ、この人たち。うん。うん、そう。これから一方通行なんだなーっていうのはね、分かってて乗っけてるんですって。うん。そう。で、そんな話をね、向こうからするわけじゃないんですよ。うん、突然ね、僕ら、ね、まだ僕も子供の時ですよ。はい、ね、あれ、先ほど一人乗ってたはずなんですけど、あれおかしいなって運転手さんが突然言うんですよ。うん、え、乗ってたって、私、二人しか乗ってないわよ、つって、うちの母と僕一人だけ、うん、二人だけで行ってるんですけど、三、うん、人乗ってきたって言うんですよ。うん。うん、で、もう一人、あれおかしいなって、今止めて車を降ろしてもいないのに三人乗ってたはずなんですけどね。で、しかもその三人の人、もう一人の人って、この間夜中、ここで降ろした人ですよっていうの。ね、つまり、そう、霊だっていうことでしょ、うん、そう。だから、ここで一回降ろした人、あの人はちゃんと生きてたんだ、つって、安心しましたって話しかけてきた。あ、なるほど。うん。で、言おうと思ったらいないから、うん。うん、あ、ごめんなさいね、うん、こんな話してね、って、実はね、うん、って言って、さっきの話になって、よく降ろすんですよ、つって。うん、また、堀田先生のお母さんが、まあ、はい、霊感強いですもんね。そうです、霊感強いからね。うん。で、やっぱりね、すごいたくさんついてくるんですよ。うん、うちの母はね、自分で、こう、お払いができるんで、うん、うん。だから、ついてきても別になんてことないみたいなんですけど、うん、僕のこともお払いしてくれるしね。うん。うん、見たことあります。あ、でしょ、はい、そうでしょ、うん。あんたの宿命動いてきたの。そうでしょ、そうそうそう。そうなの、そうなの。手も足も出なくなったっつってね。お墓、うん、お墓に行った日でしたっけ。そう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 。なんでわかんだろうと思ってびっくりしました。そうでしょ、うん、そうなの、うん。あとなんかね、飛び降り見ちゃって、僕。うん、それで、見ちゃって、町田の、そう。東急ハンズの上から、それ見ちゃってね、それね、それはもう自分の中でのもう、誰にも言わないことにしようと思って、うん、で、家帰って、したら、うん、玄関まで血相を変えて母親が出てきてね、うん、あんた今どこ行ってたのって言うから、うん、うん、いや、どこ行ってた、別に普通に行ってた。てか、なんか見たでしょって言ってきた。すごい。うん。で、なんでかつはついてきてるよっていうことなんですよ。そういえばありましたね。町田で飛び降りの瞬間を目撃しちゃったっていう。そうそうそう、うん、あったなぁ、うん。っていうか、あ、それについて何かありました？いやいや、ないけど、でも変な話ね。あれ見てるの何十人、何百人も見てるんですよ、あれ。はいはいはい、やめろーとかで下からこう。あ、そうだったんだ。そう、やめろーとかって言ってて。ほいで、もう何百人もいる中から僕一人選ばれたってことでしょ？ついてきたって、すごくないですかって、なんで、ついてくるのかなっていうと、やっぱりこの人についてくと、なんかこう、救われるって思ったっていうことなのかなとかね、思うんです。
です。分かってもらえる人に出会えるかもしれないとかね。うん、男性なんですか、女性なんですか。男性。男性でしたね。年齢いくつぐらいなんですか。若いですよ、あれ多分。まあ遠かったからはよく分かんないけど、20代。下手すりゃね、高校生とかの可能性まで若かったな。あ、そう、うん、裸でしたね。え、そうなんだ。裸だった。いや、だから落ちた瞬間なんか見れないですよ、怖くて。まあまあまあ、うん、だ 音だけは残ってますね。あ、そうなんだ。怖、うん、そうそう。なんかでも、この、YouTube 始めて余計思ったんですけど、はい。浅野敦子さんが、はい、家の裏に住んでたとか、そうそうそう、うんうん、あと、他にもいろいろありますよ、なんだっけ、とどろき、うん、とどろき二郎さんのお財布拾ったとか、結構先生、すごい経験豊富ですね。まあでもね、そういろいろ、まあ長く生きてりゃね、なんかそういうのもあるんだろうなと思いますけど。私全然ないからすごいな、うん。あ、そうですか。うんそうそう、うん。思い出すとね、結構いろいろありますよね。うん、そっか。じゃあ、いっちゃいますか。BGM、いっちゃいますか。いっちゃいましょうね。ね。便利だな、これ。じゃあ、BGM、お聞きください。はい。BGM の時ってこれあれですか、なんかないのかな、こう BGM 最近、あ、わかんない、モノマネ私も練習したんですよ。あ、なんだ、何が、トラさん、あ、やってみてください、トラさん、いいっすか。うん、あの、まあいいや、どうぞどうぞ。あれ、ちょっとトラさんのモノマネの前に、はい、いいですか、思いついちゃったこと言って。何ですか。長渕剛主演のオルゴールの映画で最後切られる人って、うん、あの人ってトラさんの弟子の役の人似てません。うわ、覚えてないですよ、全く。あ、まあ、じゃあ、どっちも覚えてないですよ。あ、いやいやいや、トラさんの弟子って誰ですか。え、毎回出てくる人ですか。うん、毎回じゃない、最初の頃かな、よく出てきてたの。兄貴って言って、ガジロウじゃない人、もう一人、うん、射程みたいな感じで。あ、わかんないですね。うん。あ、そうなの。うん。あ、ごめんなさい。いや、これただね、完全に練習中なんですよ。ああ。ただね、人前でできるような、はいはい。ないんです。いや、トラさんの真似って言ったら、大体お決まりのね、うん、生まれも育ちもってやつで終わるけど、うん、普通、本当のトラさんのモノマネしてる人って見たことないから、うん、ちょっとやってみてほしい。邪魔者だってのがいい。ちょっと待ってくださいね。うん、いや、なんかいい感じですよ。うん。俺だけな。俺の気持ちは倒れちゃってんだよ。ちくしょう。でも俺がいないよう言ってんだろ。ちょっと出てってやろう。ああ、わかった。じゃあいいよ。いやー、これこの前ちゃんとできたんだけどな。いやー、なんかね、いいところついてますよ。いい場所を俺、やってくれてる。そうですか。これ完成した暁にはちょっとね、BGM タイプじゃなくてオンタイムでやってもらいたいですね。そうですね。じゃあ、オンタイムでやる自信ないな。そうですか。じゃあ BGM タイムだったら大丈夫だけど。別にこれ BGM タイプだからってオフしてるわけじゃないですからね。いやいや、でもこれ、今だってみんな音楽聴いて寝てますから。あ、そうですか。そうそうそう。ああ、そうなんだ。ほんといいんだ。まあよく僕システムよくわかってないから。いや、まあいいんですけど。BGM タイムってなんかこう、あれでしょ、切ってくれてるわけでしょ、だいたいこうオフにして。だいたい。え？で、これ流れちゃってんの、これ。流れてますよ。で、いつも僕らふざけてるやつ、流れちゃってるの、あれ。当たり前じゃないですか。あれ、それじゃ、いや、ただ、寝れてないんじゃないですか、皆さん。いや、ただ、だんだん、寝てますよ、だから、その、そういった意味では。あ、そうですか。うん。あ、そうか、そうか。もともとほら、他の、半眠チャンネルやってる、他の YouTuber の皆さんが、うん。途中で音楽聴かせてる。いや、ありますね。っていう。うん、で、それ真似しようってやって、はい、やり始めたじゃないですか。うん、でそういった意味ではなく、今、寝てるんじゃないですか。いや、あの人たち、だって、BGM タイムの時って、完全に喋ってないですよ。で僕ら喋っちゃってないじゃないですか、全然。だから寝る理由ないじゃないですか、BGM。そういうこと言うんだ。
ま、あ、でもまあ、BGM の無駄遣いってなんかコメントに書いてあったね、方がいましたけど。ああ、なるほどね。そうですよね。そうか。まあでも、ね、いいじゃないですかね。なんかこう、我々もなんかこう気持ち、また切り替わってね。違うこのなんか話、前編と後編って分かれてるって感じで。あね。だから確かに昔の映画って、休み時間ありましたもんね。あれ良かったですよ。いや、私知らないです。あったんですか？あのね、今でも時々あります。特に、あのね、長編のタイタニックとかね。休憩ありましたね。あったでしょ。昔の名画とか見ると、ここまでが前編で、つって。うん。一回幕閉じるんですよ、映画館。確かに途中でトイレとか行きたくなりますね。行ってた。うん、そう。あれ良かった。それで、みんなトイレ行って、この会場から出て、みんな一服したりとかね、コーヒー飲んだりとかして、で、それからまたブーってブザーが鳴って、うん、じゃあ後編、次後編見よう、つって、また入って席についてみるって。あれなかなか風情があってよかったです。そんな感じで使ってもらえたらいいと思うんですよ。だから、もし寝れない人は、うんうん、YouTube、あ、だからその、なんだっけ、BGM タイムの時に、うんうん、トイレとか行ってもらったり、歯とか磨いてきてもらって。あ、歯を磨く。はあはあ、じゃあ BGM タイムは何分後にまた再スタートですっていうのを言った方がいいと思うんじゃないですか、ね、確かに。いきなり私たちの場合終わっちゃいますもんね。そうですね。あれ良くないですね。うんうん、じゃあ次から今から何分間とかちゃんと言った方がいいかもしれない。言った方がいいです。3分休憩ですとかってね。BGM だから3分ぐらいにしましょうか。あんまね。そうですね。あんまりね。長くても、うん、多分その BGM だからっつって他のチャンネル切り替えちゃったりとかね。あ、うん。それは寂しいっすね。そう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 。うん。だってまあいっそのことやめてもいいですけどね、BGM タイムっていうのはね。ああ、そうですか。意味あんですかね、これ。BGM タイム。いや、だからあるでしょ。あるから。そうか。僕ら喋んなくていい時間。そうそうそう。ね、なるほど。最初のうちはもう私罪悪感で耐えらんなかったんですけど、ね、はい。だけど今は慣れてきました、ね。ああ、そうですか。はい、多少のこういう時間あっても、いいんじゃないかなって。うん、そうです、そうです。ね、うん。雑談がね、できますもんね。そうです。BGM 以外の時は雑談じゃないですもんね。うん、もう寝かせよう、寝かせようっていうなんかね、頭をくる回転させてね。今だって一生懸命寝かせようとしてますけど、でも、少し。あれですもんね。うん、違います。もう頭全然違いますよ。まあ、にしてもね、そろそろ、まあ、BGM タイムはまあ、そろそろおしまいにしておきましょうか。そうですね。はい。さあ、皆さん眠られたでしょうか、はい、ね。どうでしょうかね。いやね、実はね、さっきの話ね、はい、青木ヶ原の樹海って僕らね、二人一緒に行ってるんですよ。あれ、中入ってるんですよ。覚えてます？なんか、うる覚えであるような気がします。どれくらいまで奥に行けるかまで、そうか、やりましたよね。そう。あれ、不思議なのもね、そういうことしてる人って、記憶が消えてるんですよ。うん、富士の樹海一回入って、うん、こうやって出てきた時って、富士の樹海の中入ってる記憶ってなかったりとかする人多いんですって。へえ、うん、そうなの。あ、でもなんとなくあれって堀田先生のお父さんの車で途中で止まって入ったんでしたっけ？うんうん、違う違う違う。ね、もうその別荘地が樹海の中にあるんですよ。はいはいはい、樹海のところを切り開いて、はい、本当に医者しか入れない、うんうん、町がドクタービレッジってのがあって、うん、うん、でそこのドクタービレッジの中にあるまあ。ね、とこから、ちょっと歩いていけば、もうすぐ樹海なんですよ。おうおうおう。で、ちょっと試しにね、山崎さんと一緒に、長いロープを使って、はい、長いロープを使えば、入っていけんじゃねえかっつって、入ってたことあんの。へぇー。ほいで、その、道路に一番近い木にくくりつけて、紐をつけて、ほいで、この紐を使えば中まで入っていけるんじゃないかっつって。入ってって、二人とも話したのは、紐があっても帰れないわって思った。要は、うん、あれね、要はね、まっすぐ歩けないんですよ。もう、段差もあるし、うん、でそれを避けるためには、うん、もう、こう、右に行くしかもう前に進めないとか、うん、そう、そんなことがあるから、二度と元に戻れないんですよ、あれ。なるほど、ね。これ以上先に進むと大変だわ、っつって、やめたんですよ。だからあれね、道路から面し、結構広い道路ですよ。広いっつってもまあ、一車線ずつの道路なんだけど、そこからちょっと入ると、もうその道路を挟んで向こうの茂みしか見えないから、出口がわかんなくなるんですよ、あれ、すぐに。ああ、なるほどね、うん。
それを深夜ね、タクシーであそこで降ろして入ったら大変なことになるなと。そっか。それ帰ってこれないですよ。なるほどね。うん。そっか。じゃあ、くれぐれも受解を。そうですね、受解をね。そうだね、気をつけてほしい、うん。うん。はい、ということでね。はい。はい、じゃあ、今日のこの辺で、はい。おやすみなさい。おやすみなさい。